皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年2月8日、21時55分、先ほどニュースウォッチアインを見てたんですけども、まあ、腕組んでこれを解き放したら、自分の方に、呪いみたいなのが来るのは分かっているんですけども、それは弾き返します。世界のルールは法律です。日銀の副総裁、内田さんですかね、会ってましたか。今さっき見たばっかりで、その金融緩和の件についてどう思われますか。その出口戦略で、出口戦略っていうのは本当はエネルギーの残存量問題の方ですよね。もちろん日銀の副総裁が自身だけで決めれることじゃないっていうのは分かってるんですけども、その1920年、先ほど心の声で伝えようとしていたのは、まあそちらが拝見してる時間軸はどれぐらいの時間軸か分かりませんけども、最悪その日銀降りてから君の意見聞いたっていう人も多分出てくるかと思います。昔のあの SD カードを送っての方法とか、その先ほど送ろうとしていたのは1920年の世界恐慌、大恐慌、アメリカの議会で証券会社と銀行に嘘があると。まあ本当のこと言うと、銀行の人たちとかももともとは政府の人たちの言葉に、いやこちらはこう聞いてたんですがで動いてたんだと思うんですよ。だけどそのエネルギーの残存量問題っていうことを社会に広く広めていなかったがゆえに、そういった内容が発生した。議員の人たちの隅々までの情報とか先々の未来を考える人たちの間ではやっぱりダメだと。こんなに車とか出回る社会は無理があると。ずっと後で取り返しが効かない時はすぐに来ると。だからああいうふうに動かれたんだと思います。日本その低金利政策に関して、それで僕が懸念しているのはやっぱり株価なんですね。もうバブル崩壊した頃まで戻ってる。バブル崩壊後直前の、値まで来てる。バブル崩壊を別に僕は客観的に見ているのであって、特に怖いとも思ってないんですよ。エネルギーの残存量問題の上ですから。どうなると思います？以前バブル崩壊して、それでも円高でしたよね。けど去年結局自制心という部分でトヨタがテレビの表立ってのニュースですが、去年の生産台数、販売台数、どちらか忘れましたけども、1100万台以上、過去最高、びっくりしました。その一時期その1000万台すら突破するのはなかなか難しい。1年間すら普通に考えたらそうですよ。車を売ってるんですから、世界中でとはいえ。だけども1100万台以上も作ってしまってる。世界の統計で見ると昨年は8500万台、世界に出回ってる車がすでに15億台ある。今さら急に、まあ、これ絶対しなきゃならないんですけども、もっと先の未来まで考えると、あなたたちがこの世からいなくなる前の、それよりももっと、それよりももっと先の若い世代人たちのことを考えると、特に日本は、車の生産台数をどこの自動車メーカーも世界中で100分の1まで低下させるしかないと。本当は車、電車、バスでほとんど人間は移動できますから、
人数増えたら電車の本数増やしたらいいだけです。都市部でも増やそうと思ったら増やせます。実際野球の試合とか終わったら、ホームに次々と電車な、流れ込んできますから。金利、これ、その貨幣価値も実質的に国力云々の部分もあるでしょうし、いやもう、世界中の人はね、今僕が言ってるのは認識がどうなるかで、世界中の政府がどう動くかで、円安の方向に行くのか、円高の方に行くのか、もうこれみんな多分わからないと思うんです、本当に。今、そのうんっていう電波の方で声が聞こえて、もう次はやばいですね、内田さんの声ですね。先ほど、まあ、名称、お名前間違えてたら申し訳ないんですけども、日銀の副総裁の、もうすぐに僕も録画しなかったら、喋ってる内容とか、どこの誰がとかいうのは忘れてしまうんで、まあ、先ほどの、日体大学の、もう記憶が薄れかかってますね。名誉教授として出ていた人は全然違う名前なんですけども、コメンテーターの田崎さんですね。だからしてることはもう全然よくわからないですね。テレビ局は昔から昔の映像とか平気で使用したりしてるから、正直先に、いやまあけど名前変えてますからね。昔の田崎さんの方なのか、今の名誉教授、大学の名誉教授としての違う名前の人物のどちらが本名なのかもわからないし、どちらの方の映像が後先ぐらいはっていうところも考えたんですけども、その座って喋ってる映像でいついつ撮影とかそういう文字一時期はつけていたじゃないですか、結構いろんな映像に。だけどももうそれしなくなったから、後から名前変えて田崎っていう名前でコメンテーターとしてテレビ出てきたのかなとか、この社会をご覧になって自分の窓口の業務さえすればいいと思いますか？正直二十歳までに、その後も社会人としてエネルギーの残存量問題は全員の共通認識として全社会人類が生きていかなかったら、これもうどうしようもないと思いますよ。これもうこれだけ何年も私が言い続けてるのに、社会全体何も変わってないんですよ。どこの国も。一応政府は目標みたいなことを一応言うんですけども、車の生産台数とかしてること、万博の中止とか、全然しない。多分、何にも変わらないまま、エネルギーの供給が止まって、人類終わると思います。なぜならば、私が20歳ぐらいの頃、1998年ぐらいの頃なんですけども、石油の採掘可能埋蔵量69年分、2011年のデータで、これは国連の統計です。技術的採掘可能埋蔵量59年分、2022年の技術的採掘可能埋蔵量54年分、最後の最後まで他の国が売ってくれるわけがない。日本はほとんど輸入国。もう多分目と鼻の先だと思いますよ。ごめんもう無理って言われるの。自分たちの国の石油の採掘があと残り50年とかになった時に、それでも売ってくれる国なんか見たことあります？ありませんよ。ないんです。一応いろんな国でちょっとした量は石油の採掘できてますけども、微々たるもので、まあほとんどサウジアラビアとかアラブ首長国連邦とか、国土面積の広いロシアだとか、ただベネズエラの技術的採掘可能埋蔵量もなんとなく変だなって思ってるんですよ。地下でつながってるから、ベネズエラの方に
数字動かしたでしょ。で、そのベネ、こ、やっぱり国土面積にある程度比例してくると思うんですよ。もちろん地点とか、その比較的赤道直下の近辺のところの国の方がとも受け止めれますけども、そしたらロシアの場合は国土面積が広いからですかみたいな話になってくるんですけども、けどロシアの場合は単純にもう1万5000メートルもそこまで掘ってくれてるわけであって、そのうち限界点が来るのは目に見えてるのであって、金属の採掘の現場で今世界中金属類の採掘で地下何メートルまで掘ってるか分かってる方、例えば日銀の総裁や副総裁だけじゃなくて一般の大企業の役員さん、しっかりと分かってる人何人いらっしゃいます？みんな口揃えて知らないって言われたら、まあ、それは本当のことならそう言ってもらったらいいんですけども、一時期それで、まあ、テレビのニュースの合間で、言ってくれてる人は言ってくれてました、記者会見とかで。我々も金属の何メートルそこまで掘ってるか我々もわからないって、早口言葉で映像切られるから。それはふざけてるんじゃなくて、大真面目に多分言ってるんだと思います。自分たちのことで手いっぱいで。ベルトコンベアで流れてくるところの加工の現場見たら分かりますよ。もちろん他の岩石とか混ざってますから、そこから取り出したり溶かしたりとかして。それでも莫大なエネルギーがいりますし、深ければ深いところから金属類を採掘しようと思ったら、それだけ石油とかの消費が大量になる。必要になる。だけどもそういったことをフルオープンで誰も話ししない。今のニュースもずっと見ていて、政治資金規正法に関してなんて昔から言われてるじゃないですか。同じ内容のものずっと何かこう芝居みたいな形でされてます。いや、だって今まで銀座の高級店でとかそんな話いっぱいあったじゃないですか。記載漏れから記載が始まったっていうことですよね。っていうことでいいんですよね。そういうニュースの放送されている順序で。普通に僕からしたら、もともと会社の役員とか裁判官だった人とかが国会議員になって、いや、裁判官、元裁判官の人いっぱいいますよ。国会議員の人で。で、昔からですよ。そこまで法律のプロの人たちが、そのようなミスしますかっていうことなんですよ。多分しないと思います。普通に考えて。じゃあ、表だってその放送されてる内容って昔から同じ内容をずっと放送してますけども、その政治資金規正法でね、その高級料亭だの何だのっていう話。もしかしてホステスがいるようなとこ行ってしまいました、議員さんで。それアウトですよ。歯止めが何も効いてない。高い建物をずっと作りっぱなしだったじゃないですか。僕同じこと二十歳ぐらいの頃言ってるんですよ。だけども当然二十歳の頃に20歳の人間が何か言ったところで真面目に受け止める人間なんかまずいなかった。僕と同じような意見の人はいっぱいいました。だけどもがつくんですよ、みんな。自分の会社がとか売り上げがとか。で、二十何年間、僕も途中でもう何も言わなくなりました。あ、これもう二十歳そこそこの人間言ったって無理だって。で、僕も忘れました。その後普通に働くだけの人間になって、エネルギーの残存量問題とか。
かといってむちゃくちゃな消費の仕方はしてなかったんですけども、基本的に通勤の時ぐらいですね、車。で、もう通勤も終わったら、もともと中古の安物の車を買って、で、あとはもう売却。そのあたり歩いていたら、ずっとあそこの中古屋ショップ、同じ車を置いてるなって思ってたんですよ。まあ、自宅から2つほど駅行くまでもない距離のところで、1つちょっと超えたところの位置で、有馬神社っていうところがあるんですけども、その近辺の、中古車ショップ、ずっと同じ車を置いてるなって思ってたら、もうだいぶ前に倒産していて、車からコケ生えてました。ほったらかし。誰もその後なんか知らんか。これが世の中の実態。ビルも同じ。ほったらかし。想像以上にみんな自分の窓口の仕事さえしていればいいんだっていうスタイルで生きています。スタイルとは姿のことです。これ誰がどうするんでしょうね。社会全体的な動きからして、結論分かってるのに、議員の人たちが万博開いちゃったんでしょう。オリンピック開いちゃったんでしょう。いや、作らなくても今作ってるから。正直、陸上競技なんけ、なんてお客さん来ない。100メートル走とかで。来ない来ない、オリンピックっていう肩書きとテレビの放送でみんなマインドコントロールされて、高い金払って見に行ったりしてただけ。今まで東京オリンピックはお客さん入れてない。入れてなかったでしょ。エネルギーの残存量問題の方が上だから。ちょっとしたことはできてるんだけども、これエネルギーの残存量問題を全開で表だって放送して、もうこれやめましょう、あれやめましょうって普通言えると思うんですよ。だけども党とかでまとまると、あと大きな会社とかで上の方に行っても言えなくなります。じゃあ誰が言うんです。社会でリーダーシップ取って言える人、全部総理にお任せ。絶対無理ですよ、全員が言わなきゃ。言わない人からやめていってもらったらいいじゃないですか。役員の上の方。ふさわしくないんだから。それ言えないんだったら、我がの金稼ぎのためにあんな仕事したんでしょっていうことになるんですから。言いましょうよ。みんな勇気持って。ずっと動くだけですか。スポーツの勝ち負け僕はずっと関与してたのは皆さんご存知ですよね。頭なんか貸したりとか。そういう神がかり的なところも実質ありますけども、サッカーの今回のアジアカップ全体的に見ると、どこが勝ち残るかっていうのが決まってたみたいです。もう自分の、探し出してきた他国の、例えば PK 戦とかでも、ああ、もう意図的に緩いボール、キーパーが取れるとこ蹴ってるわって、フェイントなしでって。ああ、もうこれ意図的やわって。わかりました。で、昔の動画とかで、三浦知良さんが、ペナルティーキックを蹴る前に、中田英寿、その当時の選手と、彼は大きな声で何か怒って、まあ、監督の方に何か言ってる、大声で何か言ってるんですけども、三浦知良さんがボールを蹴って意図的にゴールの上の方、明らかにゴールに入らないように上の方を蹴ってる。みんなの税金使ってあんなにスタジアム作っといて、お客さんに金払って来てもらって、結局することそれって。それでも無理やり起こされたりしていた私は一体何だったんですかっていうことなんですよ。そういうものですっていう勇気がないんだったら、そういうふうな形で物事を判断しないでください。そういうふうにしなさいって誰が言ったんです。言ったんだったらそれちゃんとみんなに公表しましょうよ。言った人は。スポーツ国際司法裁判所の人が言ったんだったら、国際スポーツ司法裁判所の人は、
しっかりとみんなの前で言う事情と。だからアジアカップ開く意味はなかった、根本的に。その答えが欲しかったのか何だったのか、それ僕が言ったところでそれどうにかなるんですか、開かないようにって。違うじゃないですか、実際お金を動かしてる人たちが決めることじゃないですか。もちろん銀行だとは言いませんよ、日銀じゃありませんから。日銀がお金を出資してるわけじゃないですから。だけども世界っていう枠組みの中で誰も彼もが正常に動けてない、ずっとフェイクニュース流して終わり、これ本当どうするつもりなんです。まさか日銀の副総裁の先ほど私が見た人も本当はだいぶ前の人ですか。ウィキペディアに嘘の情報があるっていうのは分かるんですよ。情報も変わってるっていうのは。例えば宇賀なつみアナウンサーの、あの子ももともと子供の頃僕に会ってますから、それからテレビ出た方です。川柳居酒屋っていうのも2014年か15年それぐらいの頃に出た番組なんですよ。テレビ朝日を下ろされてフリーになってっていう形ですね。それが2020年に変わってるんですよ、ウィキペディアの情報が。この世の中の平気で嘘を言えるこの状態をずっと継続していくと、ほとんどの人間は善意があったとしてもその方向で向かって頑張っていこうと考えたとしても、エネルギーの節約の方向みんな投げ出してしまいますよ。で給料とか自分の給料、高い給料もらえてるから上の方の役員さん、別に自分はこのままでいいよってなっちゃう。社会の制度設計自体がこれおかしかったんじゃないですか。お金持ってる人に主権を与えたらダメだったんじゃないですか。多分本当にそうだと思いますよ。結局高級車買ったりしてるんでしょ。それじゃエネルギーの残存量問題のこと分かってないっていうことじゃないですか。で経歴見たら大卒なんでしょ。大卒の人間なんかみんな分かってないじゃないですか。税金じゃないですか、もともと大学は。でさらに海外へ、海外の大学へ行っちゃった。そこも税金ですよ。で税金の使い方が荒い人間がどん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 増えていって、政府上層部に大卒の人間までアナウンサーまで染まってしまった。もともと総理は高卒の人間になっていたのに、大学なんかもともとほとんどなかった。これが本当の話ですよ。結果は見えてるからですよ。人間のできることには限界があるっていう部分で。だから最初からエネルギーの残存量問題に的を絞っていれば良かったんですよ。それでどう生きていくかを決めたら良かったんですよ。だけども第一次世界大戦も第二次世界大戦もその間の戦争もその後の他国の戦争も実際にあった。もともと何が引き金かっていうのは資源の奪い合いですよ。それは皆さんご存知ですよね。次はお金稼ぎですかっていうことを昔僕は言って、国会議員の人たちとかも国会でそれ何回か言ってくれたんですよ。アナウンサーも何か言ってましたよ。内田さん思い出しました？とりあえず車買うみんなやめません？
役員さんとか、まあ、初任主査以上の人はみんな車買わなかったらいいんじゃないですか。そしたら自然と車、そんなに台数売れないと思いますよ。でも、売ってしまった後、作ってしまった後、やっぱり10年ぐらい乗れる。っていうことは10年間はエネルギーの消費っていうのは加速したまま。本当に銀行のことだけ覚えていたらいいっていうのは本当にやめてくださいね。これは日銀の伝統として覚えておいてください。で、ただ僕も正直自分がじゃあ日銀の、まあ、絶対になれないことは分かってるんですけども、総裁になったりなって自分に何ができるかって言ったら、いらんのこと考えていったら、この本音でやっぱり同じようなことをしてしまうのかな、が本音なんですよ。どうしましょう、本当に、あとの世代。もう、積まれる寸前ですよ、エネルギーの残存量問題。霞が関の人たちも言ってくれてますけど、あの時の映像っていつの頃でしたっけ？熊本大地震の時も言ってくれてませんでしたっけ？霞が関を大きな地震が発生したら、その被災地のね、規模じゃ各省庁の上の方の人たちにどうしたらいいかを聞かなかったら動けないから、もう現場に霞が関を作らなきゃなんないっていうことになって。東日本大震災の時はどうでしたっけ？あの時はまだでしたっけ？もう熊本の時はそうなりましたよね。あの時の映像ですか？今日見たのは、あれの言う通り、本当にこのままだったら終わるって。で、僕が心の声の方で、エネルギーの残存量問題の方ですかって言ったら、エネルギーの残存量問題の方って。音声は出てないんですけども、口の動き方と、それまでの音声はちょっと出てたから、それを判断聞きます。石川県の今の霞が、霞が関の人たちの方の映像だとするのであれば、熊本の頃も同じことを言ってくれてたから、知ってくれてたはずなんですよ。情報はじゃあ行き渡ってるっていうことじゃないですか。これどうなってます？国会議員の人たちって高齢者の人たち多いでしょ。自分たちはもうすぐしたらいなくなるからっていうことで、霞が関の人たちに、もうあとは君たちが回して、世の中回していかなきゃならないからっていうことで、バトンタッチみたいな形で逃げちゃってます。今すぐですよ。今いる国会議員の人たちがすぐ動かなきゃならないです。これずっと、じゃあ、熊本の時も言ってくれてたのに、じゃああれから、10年近く経過して、世の中何が変わったんですかっていうことなんですよ。全く何も変わってないですよ。それどころか、車の生産量、世界的に増えていってるんですよ。2020年が7000数百万台。2022年と比べて、2022年は、その次の年も増えてるんですけども、たった2年間で、2年間ですよ。ピースではありません。ノーピースですよ。今の、外国の方に向かって言ってるんですけど。8500万台。800万台ほど生産量増えてるんですよ。たった2年間で。で、それをテレビ局の報道の司会者の者たちがしっかりと把握できてなかったりするんですよ。じゃあ、誰がわかるんですかっていうことなんですよ。それテレビではずっと放送しないでって。ちょっともう、時間も時間なんで、もうこれぐらいにしておきますね。一応まあ家の中なんで、そんなに大きな声を別に上げてるわけじゃないし。まあ別に近所迷惑な範囲の声の大きさじゃないと思うんで。
これぐらいにしておきます。今これ言ってるのはもうコンピューターからその電波で攻撃されないがためになんですよ。もうどういう設定を誰が組んでるのか分かんないですけどね。なんかもうニュース見ていて嫌な思いしかしないなっていうのが本音ですね。以上です。まあその日銀の方たちへのその昔から言ってたと思うんですけども、やっぱり世間に公開しなかったらとか、それ言ってもどうなんですかね。そこ、内田さんとかは、我々も分かってるとか、エネルギーの残存量問題の方とか、何か言ってくれなかったら、その、松下霞が関の人も、その、日銀の副総裁とか総裁の人と、まず会わないでしょう。政府上層部同士だったとしても。そこだと思うんですよ。で、以前、その安倍政権の時に、その、武者修行みたいな形で、別の、現場に働きに行くっていうことを行ってもらったんですよ。情報交換。お互い共通認識を持ってるかどうか。で、なぜ車の生産量が落ちないんですかっていうことなんですよ。世界的に。考えられることはしてきたし、それなりのことは安倍政権のためにしてもらってるんですよ。正直本音言いますよ。各会社の役員さんとか、お金のね、その受け取り方は、給与の算定表通りで考えていくのであれば、ボーナス分全部カット。このままだったら俺らもそれされるから、車の生産やめてよみたいな形の動かし方しなかったら無理なんじゃないですか。その自分たちもこういう状況だからそうするしかないっていう状況を作らなかったら動けないんじゃないですか。結局のところ動こうとしないのもあるんでしょうけども、あと建設業界の建設ストップ、余計なものばっかり作ってる。作らなくていいもの、もともとの生活に全く必要ないもの。だから最たる例は万博ですけども、他にもいっぱい余計なものを作ってます。なんか大阪駅の近くにもなんかこう屋根つけて、まあ別に作らなくてもいい歩道を作ってしまったみたいですね。結構な距離の。あんなもん、もともと傘差して歩いてたらいいだけだし、大阪なんか駅降りたらすぐに地下街があるから、そんなに雨に濡れたくないんだったら、自分で階段降りて自分で階段後から登っていったらいいんですよ。どうしましょう。以上です。